違いますよ。じゃじゃん。いただきます。タコライスでした。今日は赤ずきんです。赤ずきんのちょっと狼になっちゃってるやつです。会場は暑くないです。誕生日おめでとう。おめでとう。何歳になりましたか？めっちゃ冷房をかけてパーカーでちょうどいいくらい。そうなんだよね。なんか野菜から食べるのはもう鈴木家の食育。こんばんは。
みんな、みんな前髪って言ってくる。前髪。餃子じゃない餃子じゃない、餃子ではない、ポテトです。大学芋じゃない違います。癒し系の顔。ちょっと太ったんですよね、ここだけの話。ちょっと太ったんですよ、踊ってないから。体重計乗って、あれ太ったな、なりました。でも今日誰にも言われなかった、これ変わってない。なんなら可愛くなったねって言われたので、多分大丈夫だと思います。やっぱ動かないで前と同じ食生活してると太ります。太ります。でも前はもうだから太れ太れって言われてたから言われてたから、ま、ちょうどいいのかもしれないんですけど、なんならそう顔がシュッとした気がするって本当に言われたの今日。なんかちょっと加入してての時がガリガリすぎたのね、だからちょうどよくなったのかもしれない。
生活してる。関係ないです。もやしが好きだから食べてます。ね、この長さが一番しっくりきます。ここまで伸びたら切る。1ヶ月に1回切ってます。タコライスは沖縄の料理だよ。知らなかった。そうだ、タコライスって沖縄の料理なんだ。沖縄県民の皆さんありがとうございます。美味しい食べ物を作ってくださって、いつものストレートボブより内向きな気がする。無意識だ。そう、短いとしょっちゅう切らなきゃいけない。でもなんかストレス解消法みたいな。綺麗に切ってもらうとなんかストレス解消します。手首綺麗とかある。血管が見えるとか。あんま見えません。名古屋で切るのにいいとこも。毎回違うとこ行ってます。あんま安定しない名古屋、あんまり安定しないです。体に負担なんちゃらないときにどうしたらいいか、みゆちゃんも悩んでるだろうから今日話しました。みゆちゃんもね、何とかしちゃって一緒だねって今日の話した。でもまあなんか
防ぎようがない、正直。今からなんかしてどうにかなることじゃないから、大変ですよね。こんばんは。来た赤ずきんちゃんは帰ってからまたもう一回いつか来て配信します。ハロウィン期間に。え、そう、明日めっちゃ寒いらしいです。だから明日は私普通にこう衣装じゃなくて普通に服長袖です。セーターティーは半袖ですけど。これね、裏起毛なんだよね。最強裏起毛なんだよね。もうこれ、もうパーカーって素晴らしいんですよ。裏起毛があるんですよ。で、こう開けると静かなんですよ。静かじゃない、涼しいんですよ。もう閉めると裏起毛だからあったかい。閉めるとうるさいらしいですね。今日はほののさんに会いました。ローバーパッカーよりジッパーパッカー、なんか前もそんなこと聞かれたな。わからないんだよね。多分ジップアップパーカーがいいんだよね。前が開いてるか開いてないかってことだよね。
そりゃそうだ、荷物も大変だ。ハーフジップ、こうなるのも好きですよ。こうなってるやつ好きですよ。今日はココちゃんが戻ってきたら、ココちゃんとお話大会するのでお話大会します。もうよく こうちゃんです。静かにお話大会します。この音量で。電気だと思う。私電気で本当に移り変わるんですよね。ココちゃんは1個下です。でもお互い同い年がいないからほぼ一緒。人間って何が本当の顔か分かんないですよね。何が本当の顔か分かりませんよね。正直分かんないよね。ラリラリラーンですよ、これ。見た目の話ですね。見た目の話、何が本当のか分かんない。私の本当の顔が今
皆さんが見てる顔なのか、もしくはもっと目がこんなんで、いう顔かもしれないっていうことです。で、なんかカメラに映る顔と鏡の顔違うじゃないですか。で、鏡の方が本当の顔に近いらしいんですけど、でも本当に鏡が真実を映しているとは限らない。今日は握手会に行こうと思ったけど体調悪くて行けなかった。いつでも来れるかな。休んでください。残念だけど、うん、いつか来てください。事実はいつも一つ。すいません、もう朝からコナン尽くし、もう一昨日ぐらいのコナンしか見てないから。そもそも同じ世界に生きているのかわかりません。皆さんと私が同じ世界に生きているかは分かりません。分かりません。さて、どうなんでしょうか。モダンマクロサタンの映画見て、本当にやばかった。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。なんかアニメとかでも基本ボブの女の子が一番可愛いんですよ。あの個人的な意見ですけど、ボブの女の子が一番可愛いので、絵になってもボブっていうのは可愛いです。そう、今日驚いたことで言うと、飛行機関係で来てくださる方が多いんですよ。ありがたいことに多くなって、もう毎回飛行機サタンって飛行機好きだよねって言われると、え、好きなのってテンション上がるんですけど、それがですね、今日新しく来てくれた女性の方がいたんですけど、飛行機好きなんだって。めっちゃ嬉しくて、もちろんこうね、男女関係なく飛行機好きって言ってくださる方は本当に嬉しいんですけど、びっくりなことに私と同じで、女性の方が飛行機好きで、しかも SKE のことも好きでって、すごくないですか。わかんない、 SK 好きなのかな、わかんない。で、今日も結構なんかインスタのリール見て、来てくれたなんか本当に SK 知らないって言ってる方とかもいらっしゃって、嬉しかったです。ありがとうございます。それで SK に引き連れてこれればいいですけどね。本日のお菓子、ドラえもんのポケットを入れる。ブルー。
当に本当にいろんなきっかけで来てくださる方多くて、例えば飛行機全然興味ないけどリールが可愛くて来てくださった方もいれば、飛行機好きで来てくださった方もいるし、飛行機関連のお仕事してるから来てくださる方もいる。全員嬉しいです。ほんま、先ほど買ってきましたお菓子たちを紹介します。私の一番大好きな駄菓子屋さんで絶対に買う一番一軍を紹介します。じゃじゃん、チューキャン。謎もすごいじゃない。お、まあ、2個買いました。2個ですね。なんかパッケージ変わってました。初めて見たの。これぜひ、私大好きです。メントスより柔らかいメントスみたいな感じです。続いてガブリッチュ、そしてサワーペーパー。これはもう前から言ってる、サワーペーパー本当は青りんご味が好きです。でこれ1本だけ買おうと思ったら間違えて2本買っちゃいました。こうやってくっついてたんでしょうね。これで取っちゃったんでしょうね。1個だけ買おうと思ったら2個ついてきました。ラッキー。あ、サイリウム水色2本。これを順位付けするならば1位2位3位です。ケータリングはアメちゃん、ホームパイ、あとタケノコの里です。今日はケータリングにグミがなかったので自分で買ってきました。このパーカーのいいところはフードが綺麗フードが黒だから分かんないですけど、フードの形が綺麗なところです。お菓子はこれだけ。買ってきたのがこれ。いい感じに肩が落ちてる。いい感じに肩が落ちてると。
確かにお菓子も水色だ。たまたまかも。これは本当にいつもソーダ味があります。それはいつも緑。これはたまに水色を買います。色白だけど黒ばっかりする。ありがとう。おしゃだよ。サイズって大きめきますか。きます。大きめきます。だから S サイズでちょうどいい時は M サイズ。あのズボンとかはぴったりですけど、トップスとかは割とワンサイズで買います。バカ似合うよね。ありがとう。一番褒め言葉。ビタミン C 取れます。子供服サイズアイス。ズボンは子供服だったりします。まあまだ子供なんでね、まだ17歳ですから。バカのサイズ M 買える。 M 買える。来週には18歳だって。もう生まれてから18年経つんだ。なんか皆さんは例えば30年生きてるとするじゃないですか。あ、30歳だとするじゃないですか。30歳の方は30年生きたことになるんですよ。なんか何歳っていうより何年生きたっていうと重く感じませんか。わかる。わかる。これそう、10歳って言われるとあーまだちっちゃいじゃんってなるんですけど、10年生きましたって言われると10年も生きたのってなります。サイダー、なんか18年生きたってすごいんですよ。皆さんも何十年って生きてるのが本当すごいんですよ。本当にすごい。本当にすごい。たまに哲学者っぽい。あ、好き
ケイボテート33枚目シングル極悪心拍数、カップリング曲になっております。チーム K2 の恋の哲学者、ぜひ聴いてください。本当に哲学大好き哲学大好きです。常にこういうこと考えてます。そう、SKE1 年1年っていうのもすごいんですよ。ちょっと1年は短いかもしれないけど、2年って言ったらもうすごいんですよ。でも20歳の頃が昨日の夜だ。そこなんだよね。わかる。昨日のように思い出しちゃう人間ってすごいんですよ。そう。ね。いなかったですね。こう哲学者を好きっていうか哲学が好きなんでなんか自分にとっての哲学が好きなんですよ。人にとっての哲学じゃなくて自分の哲学が好きなんですよ。本当になんか縦に繊維入っててニョーンってなります。13期に赤ちゃん入ってきたら甘やかしますか？全員甘やかしますね。素晴らしいです。真実は一つだけど事実は一つではない。いやでもコナン君が真実は一つって言ってるので真実は一つで貫き通したいと思います。哲学ってなんだろうね。哲学は人生だと思います。は人生だと思いますね。まあサータンにとっての真実は何だろうね。まあでもなんかこう目に見えることが全部真実なわけじゃないじゃないですか。手首ぶつけるとめっちゃ朝になるよみたいなコメント来てたのにぶつけちゃった。やばいやばい。危ない、危ないっていうかアートですね。知りたくない真実もあるよね。あるね。あるけど事実だからね。受け止めるしかないよね。
切なものは目に見えないっていう星の王子様の狐の大切なものは目に見えない。まあ目に見える大切なものといえばありますよね。そんな目に見える大切なものもありますよね。ファンの方とか家族とか友達とか目に見えますよね。それって目に見えない大切なもの、なんだろう、なんだろう、目に見えない、深すぎてわかんない。深すぎてわかんないんだけど、ソフィーの世界面白いな。グミ好きです。サータンに言われるとそっか。なんだろう、 なんかフィルターかかってるか。思いやりとか優しさとか、目に見えるくない？愛とかかな。愛って目に見えないの？目に見えるんじゃないの？絆も目に見えない？分かんない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 。目に見えなくない？見えないのかな。でも見えてるってことが幸せなんだろうね。目に見えた大切なもの、めっちゃ幸せなのかも、自分って。目に見えない愛もある。あーでも分かるかも。そういうの映画見ると分かる。だって噛む力強そうな。顎関節症です。おいしい。関節症の人いますか？しんどいですよね。特に顎関節症あるあるだと思うんですけど、こうやって授業中にこうやって寝て、授業中寝ないですよ。寝てもいいよって言われた時に寝るんですけど、寝てもいいよって言わない先生もいますよ。あのもう授業があと5分ぐらいの時に、あもう好きにしてていいよみたいななった時にこうやって
寝るんですよ。で、5分ぐらい、もう寝不足の時は5分でも思いっきり眠れるんですよ。こうやって、こうやって寝て、5分寝ます。起きたら、ここでこうやって抑えられたから、なんか、アホがなんか、あれになっちゃって、その後の第一声で、ここがこぎって言います。が、カズショが、ここがさ、なんか、ここら辺がさ、こぎって言ったり、口開けると痛い。痛かったりします。だからハンバーガーとか、こんぐらいのハンバーガーとか、口開け食べるときめっちゃ痛いです。外れたことない。外れたことないです。左右のバランスを均等にしたいです。あ、じゃあ寝るとき聞こえてればいいんだ。寝ればいいんだ。朝とか朝起きて歯磨こうと思うと、この歯ブラシってこんぐらいじゃないですか。入れると「ほっ」「いで」ってなります。授業中にどうしても眠いときは、私の方法はこうやって書いてるふりして寝る。こうやって考えながらこうやって書いてるふりして寝る。今コナンを見てます。でも本当に耐えられない時ね。私だと地学物理らへんは耐えられない時があって、寝てるのバレたことある。でもなんか寝てるのをバレてもギリ怒られない先生の時しか寝ないです。みんなそう。こうもう寝てるのバレたらおいって言われちゃう先生の時はもうみんななんですけど、そういう残り5分で寝させてあげるような先生の時はたまにこう言っちゃう時があります。もしありがとうございます。やばい、関東ローム層やばい、やばいな。古典と漢文の時間は睡眠時間。古典と漢文大好き古典大好きです。羅生門とか大好きです。なんなら国語の授業は基本的に先生に当てられたいから、めっちゃこうやってめっちゃ真剣に聞いてる。先生に当てられたい。
でも待って、古文は2年生の時だからどうだろう。国語はね、読む人とかいるじゃないですか。ここの文読んでとか、あとは黒板に先生が文書いて、これの書き下し文書いてって言われるときに、絶対何が何でも刺されたいから、毎回頑張って聞きます。私は机順です。机順でこうやってピー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 って当てられるんですけど、こんばんは。あ、待って、2年生の時の国語の先生がもうすごかった。例えば10月の9日だったとして、10-9 は1、1+1は2、2×2は4、4番の人みたいな。どこから読んでてきたんですかってレベルで、すごい足したりかけたり割ったり引いたりする先生がいました。国語の授業なのにめちゃくちゃ数学を使っていくみたいな。そうだから、毎回その先生の時はみんなもうみんな悟り開いてた。もう全く予測できないから全くもって予想できないから、だから10月19日とかだった時に29番の人が頑張って予習してくるんですよ。頑張って予想してくるけど結局当てられなかったりする。分かんない、学校によるのかな。どっちだったかな、古典だった気がするんだけど、あれわかんない。でも羅生門面白かった。どうもありがとうございます。12期で学力テストみたい。でも学力テストするとしたら、みやびちゃんの年齢に合わせるってことですよね。 12? そうだ、何のジャンルなら優勝できる。
現代の国語でも現代文だ。ちゃんと用意すれば古文が一番古典一番点取れるけど、だって現代文って勉強しなくてもいけるじゃないですか。立ってやってって言われたら現代文が一番できます。数学は無理です。そろそろコナンを見たいかなと思います。コナン見ていこうと思います。誕生日見ます。10代サーフだ、12位サーフだ、11位サーフだ、10位サーフだ、9位ボム、8位サーソン、7位メロンソーダ、6位魔法使い、5位ソータン、4位ウバルバ、3位ソータン、2位ソータン、1位ヨコ。ありがとうございます。ありがとうございました。明日来てくださる方はよろしくお願いします。